政宗に愛された盾者原田宗時、後藤信康との刎頸の交わりってどんなもの？歴史の細道、案内人の沙織です。今回は原田宗時について紹介していこうと思います。伊達政宗が何かにつけてド派手なパフォーマンスをしたことは知られていますよね。そのために伊達者という言葉ができたとも言われていますが、それに一役買っていたのが今回ご紹介する原田宗時という武将です。豪気で勇敢な武将だったという彼ですが、後藤信康とのエピソードも知られていますよ。では彼の生涯をじっくりと解説していきたいと思います。叔父の後を継ぎ原田氏の当主となる。原田宗時は永禄8年1565年に伊達家臣の山峰康永の息子として生まれました。後に主となる伊達政宗の2つ上となります。天正10年1582年叔父原田宗政が相馬氏との戦いで討ち死にを遂げると、宗時は伊達輝宗の命令で原田氏の家督を継ぐこととなりました。原田氏は伊達氏の初代からずっと仕えてきた宿老中の宿老、耐えさせるにはあまりにも惜しい家だったのです。そして宗時は叔父の後を継ぎ左馬之助と名乗って原田氏の17代当主となりました。翌年には原田城の城主となります。まだ18歳でした。天正12年1584年政宗が輝宗から家督を譲られると、宗時は引き続き仕えるようになります。年齢も2つしか違わないので、おそらく来やすい間柄だったと考えられます。性格が豪気で勇敢だった宗時は政宗から気に入られていました。芦名氏との戦いに謀略を仕掛けるが大失敗。ところが政宗が家督を継いで間もなく、輝宗が二本松義継に拉致され殺害されてしまうという事件が起こりました。これはこれで衝撃的な事件でしたが、その後政宗は悲しみが癒える間もなく行動を開始し、芦名氏へと攻め入ったのです。もともと芦名氏の当主芦名盛隆には政宗の叔母、すなわち輝宗の妹が嫁いでいました。二人の間に亀王丸という男子が生まれましたが、間もなく盛隆が地上のもつれから長身に殺されてしまいます。このため輝宗が後見となっていたのですが、政宗はその役割を引き継がず、幼い当主を抱える芦名氏を討つには今が好機と考えたのでした。この時起こったのが関芝合戦ですが、宗時は自分の家臣を潜り込ませて内容をさせるという手はずを整えていました。ところが最後のところでその家臣が芦名方に寝返ってしまい、作戦は失敗に終わり、伊達勢も敗北してしまったのです。この大失敗により宗時の面目は丸つぶれになってしまいました。宗時を笑った後藤信康。屈辱にまみれた宗時ですが、さらにその傷口に塩を塗るような輩がいました。彼の失敗を耳にした後藤信康という男が彼を笑ったというのです。信康は宗時より9歳年上ですが、宗時と同様跡取りのなかった後藤氏に養子入れしていました。黄色のホロが戦場のトレードマークで、勇猛さから鬼後藤と呼ばれ恐れられていた武将です。年上で武勇に長けているとはいえ、自分の失敗を笑うとはけしからんと宗時は激怒。そして信康の屋敷に自ら乗り込んでいったのです。宗時が踏み込んできたとき、信康は客人と囲碁を指している最中でした。貴様、俺を笑ったのかと鼻息の荒い宗時に対し、信康は一向に意に介する様子もなく平然と対局を続けています。そしてこう言いました。なぜ私があなたを笑ったのかお分かりか。
あなたは功績を上げることばかりを考え、内容役を見極めることができなかったために寝返られてしまったのだ。つまり、あなたは家臣の本質さえ見抜くことができなかった。私はそれを笑ったのですぞ。何を抜かすか、この野郎!と、宗時は刀を抜き放ちます。これはいけません。信康、大丈夫でしょうか?信康と憤慶の交わりの間柄となる。抜き身の刀を目の前にしても信康は動じません。さすが鬼後藤。殿を助けて大宇、果ては天下を取ろうとしているのに、こんなことで争って何になるとお思いか。若さと怒りに任せて動くだけで物事の本質を見抜けぬようでは殿のお力にもなれますまい。冷静な信康に対し、うむむと頭に血が上っている宗時は返す言葉がありません。なおも信康は続けます。それに、こんな決闘であなたのような勇敢な武士が命を落としたら、お家の損失ですぞ。私も命は惜しい。お互い、お家のために戦って死ぬことこそ、武士の本懐というものではあるまいか。その言葉は宗時に大きく響いたようです。刀を収めた彼はいきなり土下座をしてみせました。ごもっとも、自分がいかに未熟であったか、あなたの言葉で思い知りました。どうかお許しくだされ。信康も以後の手を止め宗時に向き直ります。頭を上げられよ。私もあなたを悪く言って申し訳なく思う。これからも共にお家のために戦おうではありませぬか。こうして二人は親友となったのでした。この友情は中国の故事にまつわる憤慶の交わりにも例えられるほど深いものとなったそうです。憤慶の交わりとは、互いのために首をはねられても悔いはないという意味があり、それほどの固い友情が二人の間に育まれたのでした。それもひとえに伊達家と政宗のためという共通の目的があったからに他なりません。政宗の勢力拡大に貢献するが、躍進を豊臣秀吉に阻まれる。天正17年1589年、宗時は政宗に従い摺上原の戦いに臨みます。代替わりしていたとはいえ、かつて苦渋を舐めさせられた芦名氏との戦いでした。雪辱を晴らすために宗時は奮戦し、武功を挙げて勝利に貢献します。この勝利の意義は大きく、政宗はこれで南欧州をほぼ手に入れることとなりました。勢いづいた政宗はこのまま欧州を席巻するかに見えました。しかしそれを阻んだのが豊臣秀吉だったのです。秀吉は御北条氏を討伐するための小田原征伐に際し、諸将に小田原への参陣を要求してきました。政宗は迷った挙句に小田原行きを決断し、大幅な遅刻を謝罪して臣下の礼を取ることになったのです。その後、米沢から岩出山へと原点砲された政宗に従い、宗時は原田城から離れています。伊達者宗時、異国の地で病に倒れる。秀吉の家臣となった政宗は兵を率いて朝鮮出兵にも参加しました。もちろん宗時もその軍に加わっています。文禄元年1592年の文禄の役に参加することになった伊達勢は、行列をなして京都の町を通り過ぎました。この時、町の人々は伊達勢のド派手さに驚いたといいます。中でも宗時のいでたちは目立ちまくっていました。約 2.7 メートルもあるという大太刀を金の鎖で肩から下げていたというんです。これには京都の人たちも口をあんぐり。このため、目立って洒落た格好をしている人のことを伊達者というようになったとも言われています。しかし、この文禄の役で
朝鮮半島に渡った宗時は、そこで風土病にかかってしまいました。病は日増しに重くなり、ついに回復することなく、彼は命を落としてしまったのです。まだ29歳という若さでした。政宗は宗時の死を深く嘆き、6種にわたる追悼歌を読みました。また信康も親友の死に悲しみに暮れたそうです。ところで信康のその後ですが、突然政宗の歓喜をこむり、改易となってしまいます。6年後には許されましたが、知行はかつての5分の1ほどになってしまいました。もし宗時が生きていたら、信康への処分に関して何らかのリアクションは起こしたはず。となれば、信康の境遇も変わったのかもしれません。イフの話になってしまいますが。まとめ。1、討ち死にした叔父に後継ぎがいなかったため、宗時が養子に入り家督を継いだ。2、芦名氏との戦いに際し、家臣を内応役として送り込んだが失敗してしまった。3、後藤信康に失敗を笑われ、逆上して屋敷に乗り込んだ。4、信康の冷静な対応に我に返り、憤慶の交わりを結び親友となった。5、すり上げ原の戦いで功績を挙げるも、主君政宗は豊臣秀吉の前に屈した。6、文禄の役で風土病にかかり、若くして亡くなった。宗時が後継ぎを残さないまま亡くなったので、原田氏の家督は郡氏の末子弁慶が継ぎ、彼は原田宗助と名乗りました。しかし彼の息子原田宗助、通称原田甲斐の時に伊達騒動というお家騒動に巻き込まれ、家はここで断絶してしまうこととなります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。